皆さんごきげんよう、シライムです。今日はですね、久々のちょっとチャレンジ企画をやっていきたいと思います。ただ行くのは美容室ですが、初めて行く美容室で、しかもこのデデン池袋のこのアニメート本店のすぐ近くの美容室に行って、この池袋の美容室で髪をオーダーして、声優とバレする、いやバレるのかバレないのどうなんだっていう。だから昔それこそね、今はお二人お世話になってますけど、鈴木さんの方に行った時のような感じで、ちょっとね久しぶりに今回はチャレンジングな企画をしていきたいと思います。オーダーも、アニメのキャラクターと風にこんな髪型でお願いしますっていうふうにお願いして、そこからねちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで、いざ。はい、ということで、あ、すいません、ビルドもそうです、カットで大丈夫です、すいません。髪型はどんな感じですか？ちょっと YouTube やってて、その切ってる様子もちょっと撮らせてもらってください。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。あ、で、はい、髪型なんです。髪型を、はい、このイメージ、この中ちょっと、なるほど、はい、キャラクターなんですけど、ここでイメージで、はい、はい、はい、お願いしたく、ペイントの専用車なんですけど、あ、まあまあそうですね、はい、なんとなくそういうニュアンスで、じゃあ、まず、ちゃんと、そうですね、はい、はい、お願いします。長さとかは近しい感じ、意外とそうかもしれない。でも横はちょっと切ってもいいのかなっていう。はい、それはアニメのキャラクター。そうですね、ゲームもそうかも。あ、ゲームでは、あれですか、例えばアンブリゲームとか。あ、そうですか。多いですね、多分ゲームだったら。ちょっと元々カードゲームって趣味とかマジックが嫌だな、今もやってるんです。世界的なやつじゃない、人気ありそうでないみたいな。コーナーまでで言うと遊戯王だって。あ、マジですか。はい、僕もあれですよ、学生時代、はい、中学生の時はやってました。そうです。僕も思うのが残ってます。本当ですか。中学2年ぐらいに、はいはいはい、第1弾です。あ、はいはいはい、スターターって、あのブルーアイズホワイトドラゴン、ありました、ありました。おで、で、はい、構築済みのやつで3000いくらみたいな、はいはい、かかるお金で頑張ってありました。お小遣いで。そうですね。え、ってことは結構近い。今年39。え、85。めちゃくちゃ高額です。本当ですか。はい、あれですね、86年の1月生まれ。あ、本当ですか。そうです。85年の12月生まれ。あ、じゃあほぼほぼ一緒。ほぼ一緒だよ。なんか何週間かかってます。そうですね。でも学年的には一緒ですよね。だから一緒です。同い年で、かつ1ヶ月ぐらいしか変わってないんじゃないですか。その方がちょっと早いぐらい。いや、ですね、ちょっと早い。ちょっと早い、本当にちょっと。あれはカードゲームのなんか未来を感じますよね。なんか自分が指したカードがね、ああいうふうに出てくる。めっちゃいいっすよ。すごい商品化されても、商品化がそういう大会でしか使、まあ、とりあえず使えないけど、大体そういうので使ってたら、はい、で今ってそうテーブルをこう映してる。ああ、いえいえ、カードゲーム、配信とかみたいな。そうですね。だけど、ああいう風に自然投影されるようになったら、逆に横からのアングルでとか、そうですね、できちゃうから、あれはあれでちょっと気になる。だから新しい診断が出た瞬間が結構チャンスで。あ、そうですよね。誰もまだ手がつけておいてない。自分のオリジナルで勝てる可能性もあるんですよ。ええー。
なんか新しいの出てから、ちょっと時間が経っちゃうと、ある程度環境が固まってきちゃって、ね、強いのは出てきちゃうじゃないですか。使い方とか。そうです、そうです。そしたら、そのデッキに、ある程度勝てるようなデッキにしなきゃいけないから、やっぱ自由度が下がるんですよね。でもそれで楽しいけど、やっぱね、好き勝手やりたいですよ。でも好き勝手やるには、そういう強いのにも勝たなければ、その対処しなきゃいけないっていう。どっちを取るかですか。廃盤を超えやられている綱賢治郎さんっていう、はい、あとめちゃくちゃドラマとか俳優さんですね、出てて、かっこいい、いや、イケオジというか、そうですね、イケメンですね、うちの奥さんとか知ってましたね。あ、すごい廃盤でしょ。あ、そっちを、むしろ廃盤を知ってる。声、なんか、うちの奥さんなんかすげえ能力あって、すげえ、なんかそう、普通に今声優さんで結構ドラマとかチラッと出たりするじゃないですか、ね、そういうのとか気づいちゃうんですよ。え、これルフィさんの、ルフィの声じゃねえ、耳がいいんですよ。で、それでだから他今ホームの津田さんの声聞くだけでホイボジョーって僕気づかないんですよ。で、言われて聞いたらお土産を、はい、お土産をもう排除してえ、どこまで買ったの？もう、なんかもう、ここ全部、ここはもみあげも排除してほしい。もみあげどうしようと。あ、まさしく、どうしようかって言ったっていう方もあります。耳より下の部分。あ、そうですね。この、はい。ブーブロックに入ってやりますか？あ、というわけで、もみあげを消したい。もみあげだけ消したい。なんかどんどんやんちゃになってきてるというか、生意気になってきてる。でもまあそれも可愛いんですけど。すぐ泣いたやつ。いや、泣くよりかは嫌だよーみたいな。めっちゃ可愛い。この野郎と思います。この野郎とは思いますけど、それも可愛いなって。ほらもうお風呂の時間だよ。嫌で言う。場所不要。それはムカつくけど可愛い。可愛い。でももうこの時間だからって言うと、今度は。可愛いな。していただきました。ありがとうございます。すごいいい感じに寄せていただいてありがとうございます。はい、さっぱりしました。めちゃくちゃよかった。実はなんですけど、このキャラクターいるじゃないですか。はい、僕が声をやって、はい、そうなんですか。あのいや、これ知ってると。いや、そう、絶対嘘です。絶対後付けのやつじゃないですか。いやいやいや、ちょっとよく言われるやつですけど、聞けなかった。いやいやいや、もうそのお恥ずかしい話です。そうなんです、そうなんです。はい、そのあまりあれですよね、その開幕をやられてる津田さんとかよりは全然、あの、まあ、ペーペーなんですけど、あのキャラがあるんです。いやいやいや、同じ色にすれば、多分あれです。あのマクドナルドに、あの店内に食べに行った僕の声の流れ。え、どれですか？はい、マックの店内放送。マジですか？店内放送。店内放送です。わからない、ちょっと。今日ぜひぜひぜひ。今日そう。全国のマック。全国のマック。わかりました。何時、まあでも1時間とか30分とか。に1回ぐらいだから、いつ流れるか分かんないですけど、店内放送、その宣伝じゃなくて、マックの店内。あ、そうです、店内で、あ、うん、そう、なんか、分かります。今日行きます。いや、お忙しいでしょ。いや、24時間。あ、はい、いやいや、もう家帰ってください。お子さんが飲める。いや、ありがとうございました。はい、ということで、はい、すっきりして、はい、この夏を乗り切りたいと思います。ありがとうございました。はい、